かまいたちの同期、大阪時代の盟友藤崎マーケットがオリジナルギャンブルを携え登場。いやギャンブルと言ったらね、もうずっとやってましたから一緒にみんなね、パチンコスロットね、時と深夜1時ぐらいからパチンコ並んでた、大黒町のパチンコ並んで、そうそうで朝一打って2人ともちょい勝ちという。金を借りてましたから、タサちゃんはね、タサちゃん、タサキファイナンス、みんなお金ない時になぜかタサちゃんだけお金があったから、タサちゃんなんでか知らんけどずっとお金持ってたし、若手のショーレースにテレビ局の地下に車で行ってたもんね、自家用車で。思い出話が尽きない同期芸人が考案した絶対にハマるギャンブルとは。今日僕たちが考えてきたギャンブルはCR トランプです。これパチンコ？パチンコやん、パチンコ。CR ってパチンコじゃない？これも昔ね、楽屋でもパチンコ行きたいけど、お金ないからじゃあもう遊びでトランプでパチンコみたいなしようみたいなのね、やってたら懐かしいと思いますけど、そのゲームをちょっとさらにアレンジして今回対決できるという。今回ですね皆さん使用するトランプなんですけども、特別なトランプをご用意しておりまして、こちらでございます。あ、出た出た、これ覚えてない？覚えてる。 NSC トランプ。そうでございます。かまいたち考案のトランプやね。なんかそうね、グッズ作ってくださいって言われて、でトランプの絵柄が NSC の願書の時の写真になってたらおもろいんちゃうみたいなのでね、見てみましょうかね。こんな感じという、あ、これですね。うわ、懐かしい。あ、懐かしいな。山ちゃんだ。山内くんこんなんやったんですね。願書の時の写真と宣材写真、その時作った。そう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 ね。これね、うわこの髪型してたわ、してたな。サメの漫才してたもんね。サメの漫才してた。うわこれちょっとこれ映していいんかな。あれ、うわ少な、眉毛少な。これに関しては洗剤の方もきつい。どうしたこれ、下は下で太っている。今と全然違うやん。いやほんまよかったわ今になって。すごいな。よくその眉毛マッチ棒とか言うけど、マッチ棒もない。ない。ピンクなんやろ？この時期。当時のコンビ名ピンクだから。恥ずかしいから言うな。ストロベリーバズーカ。そうそうそう。ギャンブラーウルフ。言うな。浜のコンビ名歴代ダサいっていうの。六角レンチとか。言うな。あったあった。一瞬だけね。あった。まあこれだから懐かしい面々のお顔も登場すると思います。まず9枚カード、3×3で。テーブルにギーラが配ります、はい、で縦横のラインある、斜めもあるんですけども、はい、まあ、図柄が揃ったり、並んでたりしたらその役による点数が入りますから、いきなり全部めくられ3枚ずつめくりまして、はい、まあ、レイズするかチェックするか、まあ、2周目からフォールドするかという、はい、そこの心理戦ですね、はい、最終的に9枚全てのカードをめくり終わるとご覧の役によってポイントが決定。合計ポイントが一番多かったプレイヤーの勝利となる。絵柄言ってたな、はい、11、12、13ね、はい、絵柄だけね、はい、これどこでやってた？めっちゃ聞き覚えある。楽屋でなんかやってた。楽屋でやってたのか。暇つぶしで決めてなんかやってたで。トランプの混ぜ方キモ。きしょ。見して。きしょ。うわきしょ。きしょくありません。きしょ。なんかペッタンペッタンしてる。あ、別にきしょくありません。あ、何が？は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 ？お前先生に言うからな。見ろや。おったけど小学校の時そんなやつ聞けるかどうかやね。田崎がディーラーを務め、トキとかまいたちの3人が対決。現金は生いので。番組オリジナル通貨イターチをかけ勝負する。最初の額は1万イターチ。はい、これ参加費でございます。じゃあトキ君からいきましょう。よし、3枚ね。はい、3枚。もうどこをめくってもいいからね。真ん中いっとくか。お、いいね。ここでジョーカー出たら激アツやから。これプレッシャー与えるからね。はい。いくよ。やめてよ。ドン。お、山だ。山名髪めっちゃ多かったよな。そう。うわこれ。新喜劇の宇都宮真希姉さんと結婚しました。最近ね。一回なんか家来て俺のこと見て絶対笑わんかったら1000円あげるから来てって言われて行ったらパンチパーマやった時あったもん。めっちゃ笑った。絶対笑うやん。めっちゃ笑う。絶対笑う。斜めとか。オッケー。ドン。お。あ、取ったのクワちゃん。クワや。はい。クワおぼっこい。この子やな。ワインエキスパートの資格取りました。あ、取ってた。ワインエキスパートの同期に桐谷健太さんがいます。すごい。さあ、トキどうしますか。あと1枚。こういっとくだ。はい。ジョー。よし。よしよし。ジョーか。あれ、誰？森谷や。森谷。森谷日和。スーパージョーカーや。森谷。出た。26期最後の砦。2021年吉本から上京してきた唯一森谷日和だけ。みんなコロナ禍で今は違うって中、何の武器も持たずに上京してきた。珍しいタイミング。よし、これはでかいぞ。これだからもうリーチリーチ。だ11みたいになってるから、こう1やったらもう揃い。揃い。はい。そう。激アツ。続いては濱家くんですね。俺も真ん中行くわじゃあ。オッケー。来い。田中さん、池野の池ちゃんや。あ、池ちゃん。池ちゃん。池ちゃんや。顔怖いな。平安神宮で挙式を挙げた。そう。京都のね。じゃあ俺もここの斜めいくわ。はい。え、これ出た。野村。まあ令和北南の野村ですね。はい。面白いな。これ。あ、絵柄の並び。並び。お前13。これ13やったらもう強烈。絵柄並びリーチ。いけますよ。この辺どっかなじゃ。オッケー。こちら。これ絵柄やったら。あ、ナダル。ナダルや。ナダルはあんまり変わらへん。え、これナダルか。スーパー Z の野口さん。誰が覚えてんの。スーパー Z の野口さん。わからんけど。ABG お笑いグランプリでおなじみの。おなじみの。赤はあるんだ。あるあるある。あ、赤、いや、いいよ。ダブルリーチ。さあ、山内くん。見せたるわい。オッケー。真ん中からいきます。はい、こちら。森山。森山や。森山だ。怖っ。すごいね。今だいぶ変わったね、そう考えると。垢抜けるな。全然違うもん。笑える顔になってるもんね。じゃあ私縦のライン攻めてみましょうか。あ、空や。空。お、この間滑らない話も出てました。不次元の空、かっこいいね、元から。今もかっこいいし。変わらない。おちんちんがでかいよ。おちんちんが。めちゃくちゃでかい。この空。めちゃめちゃでかい。56。並び来てるよ。並び来てます。さあ、じゃあここ行ってみましょう。はい。こちら。あ、川西や。もうちょっとやっぱなんかなんやろ、男感あるな。よりいいんじゃない？はいはいはい。一巡目を終えて3人のカードはご覧の通り。見事ジョーカーを引き当てた時が一歩リード。ここからはベッド額上乗せの駆け引き。レイズ。レイズきた。さあ、いくら。ジョーカー出てるからだいぶ強い。5万イタチ。5万イタチレイズ。はい。俺らそれに乗るかどうかって。そう。そうね。降りるもできるから。そうか。コール。はい。あ、コールね。はい。5万イタチ。私もこれはまだコールです。コールね。はい。さあ、それでは時からまた3枚ですね。めくりましょう。さあ、それではてか、それ誰が仕切ってる今。レイさんじゃん、これ誰？中脇レイさん。あ、宣材写真。宣材写真のレイさん。昔の宣材写真。めっちゃ似てるけどな。レイさん。その角度。前の宣材写真。その形やけど。角度それやけど。ちょっとここ行ってみるわ。まず。オッケー。揃えんよ。ドン。あ、ユリアン。ユリアン。ユリアン。あ、ユリアン全然違うな。え？あ、全然違う。全然違うユリアン。これがこうなった。で今また反対側ぐらい痩せてるもんね。ほんまやな。今ね、今また痩せてる。今ナイキユリアン。そうね。そうや。でもダンプ松本さん役で50キロ太らなあかんかもっていうネットニュース。なってたね。太らない。ここ行ってみるわ。はい。ドン。3。ヘンダーソン中村。一瞬もう3として扱おうとしてる今。言うたげて。あ、でも2が来れば。並びね。しかも全赤でもある。それはこれも全赤でも。全赤もあるね。ちょっとここないからここ行ってみようか。あ、110やから。YouTube で見られるのはここまで。ABEMA ならゼニータチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタン。